木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して、実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは原神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。原神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり、神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージュナヤの助行？それって、七神の一柱、スネージュナヤパレスに鎮座する氷の助行ファトス全七神官の関係は、全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ、旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、助行、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目で
この世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね。じゃあ早くリーユへに行くと。
おとなしくしやがる。 Thank you.
Thank you.
ここで宿屋を開かなければよかった。任せてください。何でも。
で宿屋を開かなければよかった。しびれなさい。いやー
Thank you.
星と深淵無事今日What?
重さは安心できます。メイドの礼儀に気をつけます。やみつきにならないでね。しびれなさい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 。岩の重さは安心できます。失礼しました。死の風格に気をつけます。おとなしくしやがれ。すまんすまん。雨のような矢を。いた。そんな乱暴はや。しびれなさい。逃がさないわよ。どれ、しびれなさい。
気にならないでね。これはお仕置き。しびれなさい。どれ。逃がさないわよ。どれ、しびれなさい。どれ、しびれなさい。
名において助けが必要な方がいるはずです。ユーヤを求めている。任せてください。メイドの礼儀に気をつけます。必要な方がいるはずです。
で間に合いますね。
っ